東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数が今日初めて3万人を超える見通しであることが分かりました。関係者によりますと、東京都の今日の新規感染者数は3万人を超える見通しだということです。都内で1日に確認された感染者数が最も多かったのは今年2月2日の2万1562人でしたが、これを大幅に上回ることになります。